皆さんこんにちは。やっとの思いで昨年から続いていた最下位を脱出してた北海道日本ハムファイターズ、徐々に勢いが出てきているチームと言えるでしょう。その証拠に先日の6月2日に東京ドームで行われた巨人との試合、相手の隙を突く好走塁を見せたり、勝負所でタイムリーを放つなど理想的な戦いを披露。新庄監督の采配や指示も冴え渡り、巨人相手に8対2で見事な勝利を収めました。このまま流れに乗りたかった日本ハムですが、6月3日の巨人との試合ではあと一歩届かず3対2で競り負けてしまいます。この試合では前日と新庄監督の思惑通りといかないシーンが多々あり、特にハンソン選手、そして野村選手は新庄監督から苦言を呈される事態となってしまいました。しかし野村選手は続く4日の巨人戦で巨人先発の松井投手から6号スリーランを放ちました。一体この1日で何があったのでしょうか。新庄監督が伝えた野村勇気を変えるために放った一言とは一体何だったのでしょうか。そこで今回は2日から4日にかけての巨人との試合を振り返りつつ、新庄監督がこぼした苦言やネット上での反応などご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。6月2日完勝と言っていいほどの勝利を収めた日本ハム、ファンの中では今季一番のゲームと称賛する声もあり、非常に充実した試合内容で1日を締めくくりました。そんな勝利を収めた次の日の巨人戦、日本ハムの先発は WBC で抜群の安定感を見せ、先発の柱として活躍している伊藤大海選手、対する巨人は今季から加入しすでに4勝を挙げるなど安定感が光るグリフィン選手でした。試合は3回に1番の丸選手にヒットを浴びると、続く2番の坂本選手にツーベースを浴びて日本ハムが先制されます。ですが直後の4回の表にマイナーリーグで10年戦い、今季から NPB にやってきた3番の加藤豪将選手が2試合連続となるソロホームランですぐさま同点に追いつきます。その後両者一歩も譲らない試合運びを見せますが、8回にこの回からマウンドに上がった池田選手が3番の秋広選手、4番の岡本選手に連続安打を浴び1-1-2塁に、そして打席には代打の中田選手が立ち、日本ハムは宮西選手にスイッチ、2球目の後に捕手の清水選手が悪送球、これで1-2-3塁となったため中田選手は申告敬遠され満塁のピンチを迎えます。打席には6番のブリンソン選手、1打勝ち越しの場面で宮西選手の4球目を捉え見事タイムリーヒット、これで1点追加し2対1と勝ち越されてしまいました。ですが宮西選手は後続を抑えピンチを最小限で脱出、そしてまたもや直後の9回の表にクローザーの大勢選手を連続安打で攻め、7番の清水選手がスクイズ、これが見事決まり同点に追いつきます。そのまま2対2で延長戦に入りますが、10回の裏に岡本選手にサヨナラタイムリーを打たれ僅差で敗戦、競り勝つことができずこの日の試合は巨人が意地を見せました。さてこの試合の中で新庄監督はある2人の選手に苦言を呈します。その1人が野村勇気選手です。昨年レギュラーとしてブレイクし、今季は開幕から4番に座っていた野村選手、4月14日にエスコンフィールドで行われた対埼玉西武ライオンズ戦の3回裏に松本選手から先制となる3号スリーラン本塁打を放ち、エスコンフィールドに移転後記念すべき球団初の本塁打を記録、5月10日のホークス戦では飛距離146メートルというメジャー級の超特大弾を放ち敵地ファンの度肝を抜きました。しかし直近5試合で安打はわずかに2本と不振に、この日も野村選手は後期で連続三振しており追加点のチャンスを生かすことができませんでした。新庄監督は気持ちの面で弱さが出ている、チャンスは与えている、ものにできなかったらそれまでの選手だし、ものにしたら一流プレイヤーになるとコメント。現在打率は2割台前半、得点圏打率は1割台と不振に陥っている野村選手、開幕4番を託すほど期待を寄せるだけに監督やファンにとって歯がゆい状況が続いています。この日野村選手はスタメンから外れており、新庄監督は終盤に代打で起用しました。しかし後期で2打席2三振1点を追う9回無視1三塁はフルカウントから空振り三振に倒れ、10回2死1三塁の勝ち越し機でも再び空振り三振に倒れています。新庄監督は野村君にはいい場面で回ってくるんですよ、何でもいいから結果を出して乗ってくるのを待つ、
それしかできないと副長を絶望しました。また新庄監督が苦言を呈した選手はもう一人います。それがハンソン選手です。5月8日に途中加入したハンソン選手、ユーティリティプレイヤーとしての活躍が期待されての入団で、5月24日のホークス戦では来日初本塁打を放つなど随所で活躍しています。そんなハンソン選手は同点の7回1死2、3塁で代打で登場。この時新庄監督の指示はスクイズでした。しかしファールとなり、結果はショートゴロで追加点を取れず、おそらく代打で助っ人外国人ということでスクイズはないだろうと踏んだ巨人の裏をかくための指示だったと思いますが、結果的に失敗。新庄監督はこの失敗について、あれは決めてほしいね、ハンソンが昨日ホームランを打ってる中であそこは打ってくるという配球だっただけにね、決めてほしかったというか決めなあかんすねと無念さも漂わせていました。このハンソン選手の作戦にファンからは、まあハンソンのところはファールになってなかったら間違いなく決まってただろうからね、決めてほしい気持ちはわかる、ハンソンのスクイズは確かに決めてほしかったとコメントしていました。ただ今回の試合で特に厳しい声が出ているのはハンソン選手よりも不振にあえいでいる野村選手です。戦術の通りチャンスで活躍できず監督に苦言を呈された野村選手、ファンからはハンソンより野村の不振が痛すぎる、目を覆いたくなるくらいひどかった、今日は野村で負けたようなものと厳しい反応がネット上で書き込まれており、同時に早く復活してほしいというファンも多くいました。うまくいった2日の試合と違ってうまく作戦がはまらなかった今回の試合ですが、土壇場の区間には清水選手のスクイズで一時は同点とする粘りを見せました。延長の末にさよなら負けしたものの、新庄監督はよく追いついた、これは切り替えられるゲームと納得の表情、チームはまだまだ発展途上、こういったゲームを繰り返し強くなることを期待しました。主力の菅野宮選手が怪我で離脱し、4番を務めていた野村選手も不振に陥るという深刻な状況となっている日本ハム。幸い加藤選手や万波選手、マルティネス選手が好調なためクリーンナップはなんとか形成できていますが、野村選手が本調子で清宮選手も本調子のまま離脱していなければ3日の巨人戦も含め勝てた試合は何試合か増えていたはずです。日本ハム浮上には野村選手の力は必要不可欠、監督やファンも待ってるだけに早く不振から脱出できることを祈るような一日となりました。そして迎えた翌日の6月4日の試合、野村選手は巨人先発の松井総投手から6号3ランを放つことに成功、西1・2塁の好機で147キロ直球を左中間へ運ぶことができました。野村選手はこの一夜明けての快挙に同級生に負けたくなかったですし、監督にリラックスして笑顔でと言われいい状態で打席に入れましたと答えていました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。